そういう私たちの人生、土の人生ですけれども、主はそれじゃ終わ、それで終わりではないと約束してくださいました。そして私たちにどんな約束をしてくださるかというのを、十字架におかかりになったことと同じようにその理由をこの地上に表してくださいました。それが死者の復活、今この現代でも科学的でもなければ理論的でもなく理解不能な、この人類が未だかつてイエス様以外にも経験したことがない、そのことです。聖書はそれを伝えているわけです。今日の聖書にはこういうふうに書かれています。また私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウルが神から授かった知恵に基づいてあなた方に書き送ったことでもあります。彼はどの手紙の中でもこのことについて述べています。その手紙には難しく理解しにくい箇所があって、無学な人や心の定まらない人はそれを聖書の他の部分と同様に曲解し自分の滅びを招いています。それで愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちにそそのかされて堅固な足場を失わないように注意しなさい。パウロは難しいことを書いたんですね。頭でいいから難しいことを書いたのかもしれません。彼は同じようにここで書かれている難しいとされていることをアテネという学問の町で語った時の人々の反応が聖書に記録されて残っています。マタイの18章の1節からです。その時、あれ？わ、入れてなかった。失礼しました。使徒の働きの17章29節から32節にこういうふうに書いてあります。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。そして人々はイエス様の復活と素晴らしい神様の愛について語っている彼のことから全員去りました。なぜかというと難しかったからです。私たちも聖書に触れ、御言葉、聖書の言葉に耳を傾けるとき、難しいなと思うことがあると思います。それは内容的な難しさもあるかもしれませんけれども、まず大きく理由としては3つぐらいあるかなと私は思っています。まず私たちが聖書の言葉に触れ、イエス様のこと、神様のことを知るときに難しいと思う、それはまずその言葉に従いたくないとき、そして次、第2に、それが自分の経験や頭の中だけで理解できない。そして3つ目には、そもそもその言葉を受け入れる必要がないと思っている。この3つに当てはまるんじゃないでしょうか。そのような私たちの姿勢に対してパウロはこういうふうに言っています。私たちの主救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいというふうに言ってるんですね。これをおそらくテーマとして霊的成長というテーマで多くの教会や多くの人たちが取り組んできました。じゃあこの霊的成長、パウロが言う成長しなさいとは、成長するためには糧が必要ですね。そして成長するからにはゴールがあるわけです。どうなることが霊的目的、成長の目的なんでしょう。私は小さい時、親がクリスチャンだったので、小さい時から教会に行きなさいと命じられて、行きました。でも小さいながら教会でイエス様の話を聞くと、湖の上を歩く、生まれつき病がある人が立ち上がる、死者を蘇らせる、
口頭無形すぎて理解できませんでした。単に私が無学で幼かったからでしょうか。大人になればそのことはみんな世の人たちが理解できるんでしょうか。私は思いました。教会の人たちって本気でこのこと信じてる。湖の上歩けるわけねえじゃんと思ってました。でも今は分かります。この私のかつての反応は霊的な無学の状態です。イエス・キリストの恵みと知識において成長してない段階です。恵みを知りませんでした。イエス様とはどんな方か知りませんでした。霊的に成長してない状態です。従いたくない状態、自分の頭や経験をはるかに超えちゃってるんです。湖を歩いた人見たことないんです。イエス様とその言葉を受け入れる必要がないと思ってるんです。だから止まってるんです。でもこんな私も何十年も経って行きたくなかった教会に自分の意思で戻らなければならない時が来ました。薬物中毒で借金もあり、本当に自分の力でどうにもならず、死ぬ勇気もない。こんな私に、教会の女性が手紙をくれて、もしかしたら教会に救いがあるかもしれないと思って戻りました。私は強制的に従いたくない状態から、従わなきゃいけない状態にされました。自分の頭や経験で、失敗してきたので、それに頼ることをもう放棄せざるを得ませんでした。受け入れる気がないのではなく、受け入れるために教会に自ら向かいました。霊的無学の状態から解放される時が来たんです。生まれて初めてイエス様、キリストというそのお名前、救い主というそのお名前、私の救い主になってくださいと自分の意思でイエス様を受け入れました。霊的成長のこれが第一ステップだったと思います。まあ、その後今に至っても従いたくない、自分の頭や経験で判断したい、そもそもこの言葉を受け入れる気がしない、そういう状態を行ったり来たりしています。皆さんどうでしょう。そこでたまに思ったりします。まあ人間だからこんなもんでしょう。でも今日パウロが言うように、ペテロが言うように、成長しなさい。私たちは言われているんです。人間なんてこんなもんだ。それで終わったら成長はないんじゃないですか。それだったら成長なんて言葉を使う必要はないんです。イエス様は人々がどのように成長してどんな成長の姿になることを霊的成長の最終目標であるかを伝えています。それがマタイの18章の1節から4節。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いんでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉い。イエス様がおっしゃる霊的成長の最終到達点は、心を入れ替えて子供のようになることだそうです。実はイエス様の前に連れてこられた子供、これはどういう子供でしょう。当時の子供の在り方、扱われ方を調べてみるとよくわかります。餓死寸前の子供、あばら骨が出ているような子供です。生まれつき病がある子供いました。親がいない子がほとんどだ。つまりここでイエス様が言っている子供っていうのは無邪気で可愛い明るい子供ではなくて、自分の力では自分の人生どうにもならないという子供のことを言っているわけです。
子供を呼び寄せてこうならなければならないと言ったんですね。私たちこの世の価値観では成長っていうと自立、親元から離れる、人に迷惑をかけない、いろいろありますよね。しかしイエス様は神の国の価値観は全く逆だと。霊的成長とはもっと神様を頼ることであり、親である神様のもとにもっともっと戻ることを意味しています。逆じゃないですか、この世の世界観と。もしあなたが今問題を抱えているならば、その問題課題を神様の御前に持ち出すのは、ああこんな些細な問題を神様に聞いていただくのは申し訳ないからと、もし思うんだとしたら、それは罠です。それはこの世の価値観に支配されている、影響をもろに受けているだけなんです。イエス様、神様は私たちのほんの些細なことでも、ただ今日は岩木さんが見えているのかどうか、そんな些細なことさえもあなたの口から直に聞きたいと願っています。主はどんなことでも私のところに来なさい。問題を抱えているならなおさらです。すべて私に頼りなさい。さっき証しに出てきてくださった方々もいました。共通点があるじゃないですか。お二人とも感謝とか本当に全て委ねるとおっしゃってました。そこに平安があるということをおっしゃってました。本当にそうなんです。この世に生を受けたばかりの赤ちゃんで、どんな赤ちゃんが不安を抱えているんでしょう。生まれた瞬間から、うわ生まれてきてくれてありがとうと、自分が頼るべき存在がいてくれる、そこに全幅の信頼を置いて生まれてくるじゃないですか。霊的成長の最終段階は赤ちゃんになるんです。あなたが赤ちゃんのように神様に頼ること、それを神様は求めておられます。そして神様は神様です。あなたの人生に、あなたが湖の上を歩くことが必要だったらそうさせるでしょう。あなたの大好きな人をよみがえらせる必要があれば簡単によみがえらせてくださいます。あなたに必要なことを全部備えると約束してくださいました。そしてあの2000年前にそれが本当に真実であることをご自分の命をかけて実現してくださいました。そして今その方が私たちと共にいて、私たちが忘れているときにそこにいます。さあ、今週もそんな私たちの神様、父なる神様のところに全部を持って進み出ていこうじゃないですか。聖書にあるように、慈悲にかなう助けをいただけるように、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。パウロが言ったように、私たちに近づいていきましょう。本当に喜んでくださいます。神様は私たちが、こんなこと神様に言ったら申し訳ないと思っていることを悲しまれます。さあ、あなたはいくつ今日持っていけるでしょう。多ければ多いほど主は喜んでくださいます。一言お願いしましょう。神様、ありがとうございます。問題課題は尽きません。しかし主よ、あなたは全ての問題に私たち以上に関心を持っておられる。私たちがその問題課題や日々の些細なことまでも含めて持ってきてほしい。一緒にそのことを見ていきたい。私の力を貸したいと願っておられる方であることを感謝いたします。問題がなかなか解決しなかったり遅いと思うことがあります。でもあなたが十字架の問題を避けなかったように、私たちにその問題が与えられていることには意味があること、私たちが悲しんでいることを、あなたも悲しんでくださる方であることをありがとうございます。今週もそんな素晴らしいあなたの愛に応えつつ、一緒に歩むことができる喜びの中を歩むことを感謝し、イエス様の名前